山越川高校中山水道は、新潟県長岡市と魚沼市間にある国道291号の旧道のトンネル。全長は922メートルあり、手掘りの道路トンネルとしては、日本最長である。1933年から1949年にかけて、旧山越村、小松総集落住民の労働奉仕により作られた。 1998年に並行して自動車用トンネルが開通し、以後旧トンネルは史跡として整備保存されている。新中山トンネルの建設に関しては田中角栄の関与が知られる。関連作品として橋本新一のドキュメンタリー映画、ホルマイカ、手掘り中山水道の記録がある。2006年に土木学会戦勝土木遺産に選定された。 山越村の小松総地区は四方を山に囲まれた入り組んだ山間にあり、昭和時代の太平洋戦争が終結した数年後まで、そこに住む住人たちが買い物や病院に行くためには、中山峠を越えた広上村経由で小出町に出るしか術がなかった。中山峠越えは、普段でも1時間以上かかる道のりで、冬場になれば、 日本有数の豪雪地帯のため積雪は4メートルを越し、吹雪にも合うため通行は困難を極めた。しかしついに1932年に水道を建設することが集落の住民たちで話し合いによって決められた。翌1933年11月12日からトンネルの掘削工事が始められ、 集落の住民たちは無報酬でありながらも交代で、しかも見通しも立たない状況の中で鶴橋などを使用してすべて人力によって掘り続けられた。太平洋戦争が勃発すると戦争が優先されたため約4年間工事は中断したが、1947年からまた再開され、着工から15年以上が経過した1949年5月1日に、 広上村川に貫通した。中山水道の貫通は、小松総地区の住民たちにとって大きく、生活環境が改善し、雪が降った時でも、中山峠を20分で越えられるようになった。まさに、小松総地区住民たちの血と汗の結晶とも言える、トンネルであった。開通当初、幅1.4メートル、高さ1.5メートルだった中山水道は、 その後幾度も克服を重ねながら人々に利用され続け、1982年に国道291号のルートに指定された。国道指定後、1998年に国道の道路改良事業によって中山水道に隣接する新、中山トンネルが開通し、49年間続いた生活道路としての役割を終えた。その後、 日本全国から貴重な生活遺産や土木遺産として活用して欲しいという声が寄せられ、現在は史跡として保存されるに至っている。2015年に崩落の危険性が指摘され、以降前線の通過は徒歩でもできなくなった。ありがとうございます。